大舟町役場大舟町は、かつて埼玉県北東部、北埼玉郡にあった町、旧武蔵国埼玉郡東京都市圏和藤市との合併以前は、豊野大及び新都根以外の地名において、下記地名の前に大技を付していた。当庁は、北葛飾郡栗橋町、北埼玉郡北川部町との合併を目指し、 新市名を東埼玉市としたが、党庁の島田徳三町長が合併協議会の会長を務めながら、町内の反対派の動きを生還したこともあり、2004年9月26日の住民投票で党庁の反対多数で合併は撤回となった。その後、島田町長は町議会から辞職勧告を受け、一旦辞職したが出直し選挙で当選し、自立を明言した。 しかし2008年3月23日の町長選挙で元埼玉県知事特別秘書で周辺自治体との積極的な合併を公約とした柿沼富子が当選した。その後、同年9月3日に加須市の大橋良一市長から北埼玉郡紀西町、北埼玉郡北川部町と共に一市三町の合併を提案され、柿沼町長は前向きな姿勢を示した。 2010年3月23日に合併し、新たにカゾしとなった。国の機関市外局番は、町内全域が0480。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は大ト根局。郵便番号は、町内全域が349から 11XX である。町域を、 JR 宇都宮線と東武日光線がかすめるも駅がない。かつては町営の循環バスがあった。現在はタクシーが唯一の公共交通機関である。しかし、東武の破壊地区などは、久喜市の栗橋駅が近いため、駅周辺の市街地、住宅地の一部を構成している。栗橋駅西口開設に伴い、旧栗橋町とともに、 栗橋駅制度地区が整理事業も行われ、畑一丁目から三丁目、北市も荒井一丁目が新たに成立した。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。